幸子さんにお願いします。怒るんじゃないかとちょっと期待しちまったよ。つまんねえな。内心ホッとしてるんだろ。してねえよ。このまま市内でもうみんな離れ離れにならないんだよな。いや、まあこんなのただの遊びだから。遊び遊び。中島さんじゃない？病院隔離されたんだよね。
叫んで発狂したら病院に入れられて当然でしょ。サトシとセイコ、あと誰だっけ、確かなんとか先生に、マユ、マユだっけ、他にもいたよね、中島さんの空想のお友達。それ中島さんと私が取り付けたことに。死んだみんなはこの世界では存在してないってことになってるみたい。まだサトシの手のぬくもりが残ってる。私のせい。違う。篠崎さんはみんなが離れ離れにならないようにっておまじないをしたんだから。落田君は違うの。中島さんに渡した切れ端、偽物だったの。え？どういうこと？中島さんの生徒手帳は私が持ってた。持田君は中島さんにばかり。私は生きて帰れたってこと。だからどうにかして中島さんさえいなければって。私はこの手で聖子を殺した。それは幸子に操られて。私には篠崎さんを責める資格なんてない。中島さん待って。みんなを取り戻せるかもしれないの。みんなを。私たちの話誰も信じてくれなかったよね。でも私のお姉ちゃんだけは違った。この数ヶ月ずっとみんなを取り戻す方法を探してくれてたの。
お姉ちゃん。それは幸子の骨、これがあれば天神小学校のみんなといた時間に一度だけ戻れるみたい。時間を遡れるってこと？でもどの時間に戻れるかはわからない。最初どころか最後の瞬間かもしれない。そんな、この霊力を利用する禁じられた黒魔術。ダメだよそんなこと。だけどみんなを取り戻せる可能性があるならかけてみたいの。中島さん、力を貸して。どうすればいいの？みんなを助けて幸子を成仏させる。それで逆打ちをしてこっちに帰ってくる。たとえどんな場所だろうとみんなに会いたい。
生徒手帳がさ、見つからなくて。え、何？一緒に帰ろう。一緒に。大丈夫。もう一人にしないから。足大丈夫？もう一度保健室に戻ろう。ううん。大丈夫。篠崎さんたちを探さないと。聖子。その首。何かなってる？締め付けられる感じがするんだよね。急がないと。本当どうしちゃったの？見合わなかった。分かるのか。でも結衣先生も鈴本さんも助けられなかった。俺がお前の話を信じてたらもっと早くに。ううん。岸沼君、どっかでぶつけたっけな。篠崎、この先誰が死ぬんだ？お前は一度見たんだろ。それは聡だ。行こうぜ。篠崎さん、誰か。What?
かなわね。ちゃん、違うの。大丈夫だからな、大丈夫だから。黒崎くん、私もうダメみたい。何言ってんだよ、絶対に生きて帰るぞ。私があんなおまじないしようなんて言ったから、みんながこんな目に。逃げて。絶対に生きて帰んだよ。
事だったのか。キサミ君、生きてたんだ。よかった。この目どうした？ガキの幽霊が。ひどい顔だよね。いや、そんなことない。また会えて嬉しいよ。サトシ、小さい頃からどこへ行くのも一緒だったんだ。いつも俺の手を握って離さなかった。どうしてこんなことに。死の技があるね。死の技があるね。帰ろう。さっきの話、ナオミは篠崎が時間を遡ってここへ来たって。だったら生きて帰って今度こそ言うかも。でもそれは可能性はゼロじゃない。サトシ、会えるよ。ずっと一緒にね。これで逆打ちをすれば帰れる。うん、急ごう。最初の教室に。早く。
せちまうぞ。放っておけないよ。ナオミ、なんだてめえら。お前らこそ。あなたたちも幸子のおまじないでここに。そうだ、みんな幸子人形の切れ端持ってる。これか。それを使って逆打ちっておまじないをすれば元の世界に帰れるの。帰れる。キサミ君、ここに来た時どんな場所だったか覚えてる？黒板に子供の絵が描いてあった。私たちと一緒。中島さん、急がないと。ありがとう。ごめんなさい。帰ろう。うん。聞いて、今の人数に幸子を加えた数だけおまじないを唱えるの。それから幸子人形を合わせれば元の世界に帰れる。幸子さんにお願いします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 。Ah!
幸子の呪いがこの天神小学校を作った。幸子を成仏させて逆打ちをすれば帰れるはずだった。でもその逆打ちとやらは効かなかった。どうしてだ。わからない。じゃあどうすりゃいいんだよ。とにかくこうしていても始まらない。君の仲間と合流しよう。下手に動くのは危険だ。こんなに広い学校だぜ。お互いがお互いの背中を永遠に追い続けることにもなりかねねえぞ。向こうも同じように考えて俺たちを待ってるかもしれないだろう。だけど俺たちの仲間はみんな殺されてしまったが、この子の仲間は生きているんだ。キサミありがとう。大丈夫。俺たちがついてる。なんでビデオカメラなんてあんだよ。みんなを見つけられるかも。え？どういう意味だ。この小学校の何か所かにカメラが設置されているの。全部の部屋ってわけじゃないけど、視聴覚室に行けばそのカメラの映像を見ることができる。動き回るリスクを減らせる。誰もいないようだ。そんな、前に来た時はこんなんじゃなかった。さっきの地震か。大丈夫、壊れてなさそうだ。黒崎、手伝ってくれ。はあ。君は入り口で見張っていてくれ。うん。電源がついたよ。うん。Thank you.
待って、確かこれ録画されてるのだから、少し戻せば何か手がかりがあるかもしれない。浦部じゃないか。君の学校のメガネの彼さ、森重くん、顔中血で塗りたくて気持ち悪くて見てられなかったよ。そんな顔で必死に命乞いするんだから。あなたがここじゃ幽霊に殺されるも俺に殺されるも同じだろ。今までいろんな生き物の命の終わる瞬間を見て触れてきた。最後まで生きようと決して諦めようとしない。とても美しい命の輝きがそこにあるんだ。今なら大丈夫だ。ここから出よう。片山君、もう少しだから、ね、やめておけ。え？
足手まといにな。置いて逃げよう。諦めろ。このまま見捨てるの？そんなことできない。そんなの人殺しじゃない。俺はただ人殺し。僕は興味があるんだ。人間が命の終わりを意識したとき、どんな命の爆発を見せるのか。お前はいいな！君はどうだろうか。どこへ行くんだ。逃げ場なんてないのに。篠崎、どうすんだよ。分かんない。分かんないじゃないだろう。こんなことになったのも篠崎があんなことを。おい、それ言い過ぎだろ。持田君の言う通りだから、私が悪いの。いや、みんな、お姉ちゃん。こっち早く。成仏させたのに、なんで？あれは幸子じゃないの。どういうこと？母親のお腹の中から生まれ出ることが叶わなかった幸子の双子、幸。双子？ずっと幸子の中に幸はいたの。彼女を抑え込んでいた幸子が成仏して幸が解き放たれた。人たちを助けるのに時間を使ったから。中島が助けたやつか。じゃああの幸ってのも成仏させれば。無理なの。幸はこの世界を楽しんでるだけ。解決させる恨みがない。
たから急いで戻らないと。戻る？どこに？元の世界に。でも逆打ちは幸の世界じゃ効かないんでしょ？大丈夫、時空の裂け目がまだ閉じていないから。俺たち帰れんのかよ。みんな帰れる。急ぎましょう。ダメだ。ナオミを探さないと。でも時間はもうあまり。ナオミを置いて帰れるかよ。分かってるよ。けどだから俺が一人で探す。みんなは先に帰っててくれ。帰ろうよ。あとどんくらいで。その長くて10分。マジか。10分もある。俺ならナオミを見つけられる。帰るわよ。持田くん。中島さんを探そう。みんなで探そう。篠崎。あれ、なんでもない。おかしいな。頑張ったね。みんな、ここにいたのか。この辺りで中島さんを見失ったんだ。そういや、あんたのそれは。あの黒い服に殺された。僕は助けられなかった。中島さんと逃げるのが精一杯だった。中島さん、みんな、今この中から音が。本当に物音なんてしたのか。ん？その袖の血は。黒崎の血だ。勘違いだったら謝る。上着脱いでみてくれ。どうした？君のせいで台無しだよ。うわ、もっとみんなに驚いてもらえるはずだったのに。サトシ！てめえ何しやがんだ。殺すんだよ。
恐れろ、輝け。いいぞ。えみちゃん。白崎逃げろ。お前、すごくいい。もっと聞かせてくれよ、お前の悲鳴よさ。聞かせてやるよ。叫びが消えてしまった。みんなを助けるの。だから私。私がついてる。篠崎さん、中島さん。はい。私たちみんなを助けられませんでした。そればかりか、お姉さんまで巻き込んで。私が歩みのみんなへの思いを見誤っていたの。ここへ来るのは私だけでよかったのに。どういう意味ですか？みんなを取り戻せる可能性があるの。だから私たちは。幸子の骨はこの世界に来るための切符だった。おまじないだと他の誰かを巻き込むことになるから。この天神小学校にはあらゆる禁断の魔術が記されたブックオブシャドウズがあるって知ったの。ブックオブシャドウズ。死者を蘇らせる術が記されていると言われている。だったらそれをどこにあるかまでは。
探しましょう。でも魔術書を見つけたとしても、もう元の世界に戻る方法が。それも探してみせます。歩美が言うのも納得できる。え？中島さんみたいに強くなりたいって。篠崎さん、中島さん、幸の呪縛の念が少し薄くなった。中島さん、幸子の声。井上さん、僕の最後の輝きだ。死を隣に置いてこそ生の輝きを実感できる。そうだろう。どうしているのかも。でもみんなと会いたい。みんなの声が聞きたい。まだ少しでも可能性があるのならそれにすがりたい。中島さん、私強くなってない。諦めが悪いだけだよ。行こう。
こは一体。わからない。こっちから聞こえる。Shinozaki-san!
でも、どうすれば。
篠崎さんの存在が消えてる。本。どうすればいいの？本が導くままに。お願い、みんなを生き返らせて。鈴本、今日で最後だからな。おやおや、お二人さん相変わらず今日も仲良しですな。みんなまだ片付け終わってないじゃない。お兄ちゃん。ナオミ。中島さん。ナオミ。中島さん。おーい、中島。みんなこっちだよ。ナオミ。中島。ナオミ。ナオミ。See you.